半魔家の本家の半魔岩先生です。私がね、大学の先生を先生をやった時ですね、これはね、私が神奈川国家大学電科のね、4年生の時ですね。で、私がね、アナログとかコンピューターとか、大変詳しいんで、もうだいぶ前から、いろいろね、勉強して、だいぶ前から勉強していたもんですから、大学とかそこら辺の大学ね、あと日本国内の大学のね、家なんかも東大ですね。で、東大が3人ですね、卒業してまして、で、情報が非常に強かったもんですからね、その時、一番難しい優秀な人しか入れない研究室ですね、西牧研究室、西牧教授の研究室で、からですね、言われまして、生徒を教えていただきたいということでね、それが4年の時に大学の先生、一番優秀な研究室、優秀な人しか入れない研究室の、ね、卒業研究のね、先生として担当させてもらったと。石巻研究室ですね、教授の、というわけですね。で、それでが始まりですね。で、高校だったら、普通大学だったら高校のね、教員とかいうのは取るんですけど、もっと難しいね、そうですね、大学の方の今度先生を実施し、大学学生中にね、実施して大学の先生の資格を取ったきっかけですね。まだ完全ではなかったんですけどね、卒業しても大学の先生をやる資格というのは芝浦大学などにね、手紙出したり、先生の空きありませんかということで手紙を、ね、折り返しもらったりしてたり、あちこちにね、結局500ぐらい手紙を出しましたからね。で、世界中ですね、外国の方までですね。で、その先生がやるという意味でもなかったんですけど、いろいろ僕の方の、研究のね、ことで各大学の方に連絡してたという、緊急でね。で、パテントなんかもありましてね。で、クロスモジュールコンパイラーという僕が発明したコンパイラーですね。C 言語よりか使いやすいんじゃないかということでね。もともとマイクロソフト3系統に少し似てるんですけどね。モジュール系統でね。私が研究していたものを発表してたんですね。世界中の大学にね、その
過程ですね。で、それからの、まあ、いろいろやってるわけですね。そういうことですね。だから、大学の先生とかになるのはちょっと簡単じゃないものをね、取得してるという、大学の先生の資格をね、持ってるというのは非常に大きいなと、思ってますね。ほとんど、取れませんからね。まあ、そんなことですね。あと、つなげないとダメですね。いろいろと、仕事がつながってたりとかね。あと、横浜のね、国立、労災病院の創設なんかは、学者としてね、派遣で仕事なんかもしてましたし、その前に以前に医療関係の研究もしてましてね。そういうことも、病院のね、国立病院の、雇われて仕事もやってますね。まあ、その当時は、金がね、一般的な、あんまり難しいことじゃないんですけども、バーコーダーのね、使いで走ってはいるんだけど、実際は内容は違いまして、私が見たのはね、ネット関係とかですね、設備のですね、方で、遊びじゃなくてね、それは誰でもできるから、で、契約では学者で行ってましたから、その時は初めてにね、派遣会社の方から行ったもんですからね、頼んで行ったもんですから、初めてのところまで行ったんで、まあ、